皆さんこんにちは、伊達巻です。今日紹介する万年筆はこちら、パイロットのカバリエになります。定価は税込みで5500円ですが、メルカリで2000円で買えることができました。カバリエは銀色の塗装で、単色ボディの税込み3300円のタイプと、ゴールドメッキで2色マーブルボディの税込み5500円のタイプがあります。こちらは後者ですね。さらに旧型と新型のモデルがあり、これは旧型のモデルです。見分けの付け方はこのクリップが一番わかりやすくて、旧型はこの独特な形をしているんですが、新型はまっすぐした四角いタイプのクリップとなっています。この旧型はもう生産していなくて、在庫がなくなり次第販売が終了となるので、もし気になった方はお早めにどうぞ。カバリエの特徴は何といってもこの軸の細さで、1センチないぐらいですね。ラミーサファリと比べるとこのような感じですね。重ねてみると細さがわかると思います。長さは同じぐらいです。この軸の細さに合うようにニブもかなり細くなっています。ニブはステンレスに金メッキが施されていて、地幅は F となっています。今回使っていくインクはこちら、セーラーの四季折夜滝になります。セーラーのインクは今何のインクを使っているかわからなくならないようにシールがついています。夜滝はパイロットの色雫の月夜の赤色バージョンだと思っていただければわかりやすいと思います。もうすでにインクは入れてあります。コン40のコンバーターが使えます。それでは書いていきたいと思います。使っていく紙はツバメノートです。光が当たってないとこうやって黒っぽいんですけど、光の反射で時々見えるこの赤い模様が綺麗ですね。他にもブルーとかブラウンとかいろいろ色があるんですけど、どれも本当に綺麗で、他の色も欲しいなって思ってしまいます。
企業のインクと見比べてみると、さっき言ってたことが分かっていただけるかなと思います。少し黒っぽくて、どちらも似たような雰囲気を醸し出しているのではないかなって思います。色の濃淡は、夜だけの方が出るかなって印象ですね。ただ、夜だけのインクのいただけないポイントがあって、それがとてもかすれやすいってことなんですよね。試してみるんですけど、同じ力で、わかりますか？これ。ちょっとこれは手帳とかスケジュール帳とかで使うと、もしかしたら汚れてしまうのかなって思います。少しでも手汗が出ようもんなら、もうインクが伸びてしまうので気をつけないといけないなって思います。今回の動画はこれで以上になります。何か気になったことや、もっとこうした方がいいんじゃないのといった改善点等ありましたら、コメント欄までぜひお願いします。それでは、また見てね。